はい、シシです。こちらリサイクルショップで、500円で売ってました。500円です。バンドックのローチェアが500円、はい、というわけで、一旦座って中身とか確認したんですけど、全然綺麗で、なんなのかな、本当売れてないのか何なのかわかんないですけど、まあローチェアはまああんま使ってないですけどね、僕はよく動くので、まあでもとりあえずいいなと思ったのでちょっと購入してみました。で開けると、はい、でサイズ感はこんな感じと、高さとかはこのような感じになってますけども、これちょうどね、今この感じで子供にちょうどいいサイズだなと思って、やっぱり座ってると、やっぱ僕身長 181.55 なんですけど、ちょっと小さいなっていう風な感じに思えるんですよね。ちょっと座ってみる？はい、どうぞ。鼻濡れた！口が濡れちゃったよ。ズボン、ズボンいけてんの？これ上げて。はい、どうぞ。はい、じゃあ、これ上げて。よいしょ、せーの、よいしょ、よいしょ。はい、オッケー。はい。子供にちょうどいいなっていう高さやったので、もう、ワークマンの、子供用の、なんていうかな、燃え広がりにくいチェアのタイプのジュニアのやつありましたけど、あれでもね、3歳児からさ、ちょっと高いよね。当てる。高いので、まあ、これでサイズ的にはちょうどいいのかなと。喋ってみて。ああ、ちょうどいいですね。3歳児ちょうどいいですね。そうや。ああ、いいですね。はい、ありがとうございます。まあ、大人が座っても、まあ、Amazon の方でだいぶ人気だそうなので、まあ、僕も使ってみようかとは思うんですけれども。膝曲げるかな、まあ、危ないやんね。枕書くとね、まあ、ここがね、当たるんだな。痛い。座ってる感じ、いいですけどね。ここで、ここが。ちょっとなんかさ、これは楽やな。ここに負荷がかからんで。うん、斜めやったらいい感じ。というわけで、まあ、簡単ですけども、バンドックのローチェアというのを、リサイクルショップ、スーパーセカンドストリートで550円で売っておりますので購入しました。リサイクルショップいいですね。はい、というわけでありがとうございました。